目はベビリの新メンバーを迎えてムーンを演奏させていただきます。ちょっと下ろします。苦しいよ。一旦吐けます。びっくりするほど声でんかった。いや本当にあの出産ん妊婦の時もやっぱり声が出にくくなって、それでそれでもう上の子産んだ時なんか全然声出なくなっちゃって、でもこの子産んだ後は結構自分では声出てるなとは思ってたんですけど、やっぱりおんぶではきつかったということでちょっと身軽に、身軽には全然なってないんですけど、ちのちゃんを置いたところで私は身をもみんなまで言わず、じゃあね、2曲目に進みたいと思います。大丈夫か私。はい、では行きます。次は椎名林檎さんのナンバーでギプス。あれ「それを喜ぶのを」
も行けやばい、ちょっと俺思ったんだけど、そこに汗が溜まるんだな。そうだ、ちょっとこの凹凸のない顔に汗が溜まるっていう。凹凸ってあっつーい、よかった、熱い、それはベビーキッチンペーパー、キッチンペーパー、キッチンペーパー、子連れで赤ちゃんおんぶしてダイブするのキッチンペーパーで遊ぶわ。楽しい時間はあったよ、ね、ね、久しぶりだそれ。そ懐かしいな。なんか本当歌の精度が悪くてちょっと大変申し訳ないなと思いつつ、ね、あの最後の曲はあっという間って言って、はい、楽しい時間はね、あっという間です。さあ、じゃあ最後の曲いってみましょうか。もういきますよ、私たちのベビーといえばこの曲。あ、そうそうそう、勝手に作っちゃった、これ外してもいい。あ、こういうさこういう仕組みだってことが分かる。落ち着け。いやいや、落ち着いてはすごい熱い。